悪かったね、急に。吉沢さんは元気かい？受け入れがたい現実の中で彼女が苦しんでいないか少し心配なんだ。そうか。いや、いいんだ。話だよね。最後の確認がしたいんだ。僕たちは本当に戦うしかないのか。僕の作った現実は君たちから見れば歪んだものなのかもしれないけど、みんなが幸せになれる現実だ。ここならもう誰も理不尽な苦しみに何かを奪われる必要はなくなるんだ。見たんだね、ルミのこと。苦しんだのは僕じゃない、その恋人ルミだよ。でもね、彼女は今も幸せに暮らしてる。君たちが認められないこの歪んだ現実でね。けど恋人はお前のこと忘れたままなんだろ。それでいいのかよ。彼女は僕がいなくても幸せに生きてる。それに僕はルミだけじゃなく君たちみんなに笑っててほしいんだ。その幸せを実現させるために僕は進まなくちゃいけない。今さら彼女は巻き込めないよ。マルキ、僕の意見は変わらない。様々な偶然が僕にこの力を授けた。けどそれはもはや必然なんだ。これは僕にしかできないことだ。僕は僕の作った現実でみんなを幸せにするよ。でも君は本当に迷ってないって言えるのかな。正確には君ともう一人かな。いるんだろ、明智くん。お前気づいてたんですね。なんとなくね。今から話すことは彼だけじゃない、明智くん。君にも関係があることなんだ。こいつらに関係あることって何なんだよ。君たちの関係はとても不思議だ。探偵と怪盗、敵対してても憎しみ合う関係とはまた違う。それだけにシドのパレスでのことを知った時は残念だったよ。貴様、最後の相手が人形だった俺自身か。俺はねえ、君は後悔していたんじゃないかな。理解を深め合った存在である彼を、明智君を助けることができなかったこと。だから僕は君が彼とやり直せる現実を作ったんだ。この後に及んでそれを言う。まったく君ってやつは本当に。だとしたら元の現実の明智は。わかるだろ、彼を人質に取るみたいだから。本当なら伝えたくはなかったよ。けど何と思われようと君たちにこの現実を認めてほしい。だから何です、今さらそんなこと話して。命が惜しければ降伏しろとでも。確証なんてないよ。けど君たちと戦った後、君ともう一度会うまで僕の中にはっきりした記憶はなかった。一色若葉や奥村のこともある。そこに違和感を覚えないほど僕はバカじゃないさ。そうか、明智君にこの事実を伝えても意見は変えてもらえないだろうとは思ってた。けど君はどうなんだい。命が惜しければ降伏しろ、
さっき明智君はそう言ったね。この際そう取ってもらって構わない。改めて聞くよ、僕の作る現実を認めてくれないか。君は僕の研究に光を与え、僕の夢の実現に欠かせない力をくれた相手だ。君に感謝こそする。かけらほどの憎しみもないよ。だから理解してほしいんだ。すぐに答えを聞くのはフェアじゃないかな。今日のところは帰るとするよ。ああそうだったね、確かに受け取ったよ。さっきの話だけど、こうしよう。僕は約束通り明日パレスで待つ。君の考えが変わらないなら明日また会おう。もし来ないでくれたらこの現実を認めてくれたと思うことにするよ。じゃあね。どうすんだ。彼と話がしたい。明智、分かった。どうするかはお前に任せる。答えが出たら教えてくれ。僕は自分の道は自分で決める。誰かに作られた現実で一生飼い殺されるなんてごめんだよ。だから何、それも僕の選んだ道だ。君は変わらずマルキと戦う道を選べばいい。それとも君はこの程度で意志を曲げるようなやつなのか。簡単なことだろうが、ここで情けをかけられて僕が喜ぶと思ってるのか。そんな哀れみはいらない。そんなためらいはいらないんだよ。君が迷うことは僕への裏切りだ。ここではっきり聞いておく。君はどうするつもりだ。待つ気はないよ。今答えてくれ。 OK だ。安心したよ。僕はこの現実を認めない。誰かに踊らされるのはもうたくさんだ。帰ろう、僕らの現実に。愛な気分だ。思う存分暴れてやる。よし。自己満足の現実になんか生きる価値はない。絶対に勝つよ。全員揃ったわね。最後の戦いだね。マルキは昨日ルブランに来た。その時に予告状は渡してある。マルキももう話し合いで決める気はないだろう。後には引けないよ。引く気もねえよ。戦って勝って元の現実に帰るだろ、リーダー。みんなで帰ろう。お、準備はいいようだな。取り返そうぜ、我が輩たちの現実を。
行くぞ。感じるぞ。よく来たね。それが君たちの答えなんだね。安心してよ。決着をつけよう。始めよう。君たちが勝てば僕は改心される。けど僕が勝ったら僕の現実が現実だ。僕はその認知で世界を塗りつぶす。もう容赦はしないさ。な、何？君たちがそうであるように僕も元の現実を認める気はない。たとえ僕自身がどうなろうと、僕のやり方で不甲斐ない現実を変える。それが僕の反逆だ。姿そしてこの力、君たちはこう呼んでいたね。ペルソナ。はペルソナを。言っておくけど、君たちのそれと同じだと思わない方がいい。行こうか、アザトス。これが最後の戦いだ。僕のペルソナの力で。マルキ先生、遠慮はしないよ。気を引き締めろ。ペルソナ、よし。ペルソナ、目を閉めて。レーゴ、敵ダウン。嘘、ペルソナがかぶった。厄介なペルソナだな。恐ろしさを味わえ。これでいいだろう。
強敵なんだから気をつけて。おお、ひどい。さすがジョーカー。よろしく。まだ終わらないぞ。まだ終わらないぞ。ディーゴー。よし、なんだよ。急いだ。これもまた私。ぶっ壊してやる。刻む。これでいいだろう。よくないか。この体力、危険な予感。クロウの体力残りわずか。回復してやって。ダブル。それ。ここでペルソナだ。敵ダウン。ほら、もっとゴー。炎が臨場する。いけな。次ヘリワード。任せよ。よかった。いいぞ、やっちゃえ。プラトスピカロ、終わりにしよう。やるね。けどここからだ。さあ続きだ。力が増してる。気をつけて。
モルガナ君、君の心はよくわかるよ。みんなと違う自分に怯えなくていい。大丈夫、言葉にしなくても救ってあげられる。どんな姿でも我が輩は我が輩だ。ヘルサダウール、よし。ここでペルソナだ。リーゴ敵ダウン。ほらもっともバトンタッチで交代すれば我が敵の弱体を助けるはずよ。身を示せリーゴ。奥村さん、お父さんへの後悔は本当にもうないのかい？僕なら君の未来を叶えられる。後悔も含めて私は前に進みます。ノアール、防御力が下がってるよ。
撃です。バイオレットやる。モナが危険。火力減ってる。身を締めぜ。エルソナ、ご覧あそばせ。エルソナ、待って、君たちは確かに強い。だからこそ苦しむんだよ。終わりにしよう。僕が君たちを救ってみせる。バイオレット、気をつけて。足元から多数の反応。やってやる。ダウール。撤退を進言する。まだ終わらないぞ。坂本くん、君は走りたかった。走れていればお母様に楽もさせてあげられた。僕なら君の夢を叶えられる。俺はもう逃げねえって決めたんだ。ヘルスナー、違う。チャンスよ。バトンタッチで交代して。うん、任せろ。次行けな。次。リーゾー。弱点を。疾風はダメよ。向こうの方が戦力強敵よ。
電撃は効かないからね。炎で燃えさせる。いいぞ、やっちゃえ。我が半身そうだ。助かったぜ。ありがとう。ペルソナと、ペルソナバッチシだ。誰も悲しまない現実、そのためにこの力を使う。なんだ、何かしてくるぞ。気をつけて。ペルソナからすごいエネルギーを感じる。ジョーカー、守りを固めて。願いが叶った現実を覚えているかい。誰を傷つけているわけでもない。みんなが幸せなのになぜ拒む必要がある。ザトース、僕は負けたのか。あれってマルキのお宝だな。あれなんだろう。トーチ。トーチは人を導く灯火。自分は理想への先導者だってとこかな。改心させるんだろ。さっさと取りなよ。僕はもう崩れかけてる。逃げた方が良さそうだな。ルミ、すまない。僕は、いや、僕は
僕はまだ。ジョーカー危ない。くそ、とにかく逃げんぞ。お前ら早く乗れ。間一発だったな。マルキ先生、改心どころじゃないよね。マルキ先生生きてるの？どうやら心配いらないみたいだよ。悪いけどまだ負けを認めるわけにはいかない。残念だけどそういうわけにはいかないんだ。この世界が僕を選んだんだ。みんなが望む幸せのために。なっ、え、嘘、お宝が。みんなの幸せのためなら僕はどうなってもいい。だからもう受け入れてくれ。僕が作る、いや僕とアダム・カドモンが作るこの現実を、僕のペルソナの力で。このまま終わるつもりはない、アダム・カドモン。理想の現実に僕らを導いてくれ。それは違います。そうだ、こっちも負けるわけにはいかない。ペルソナ、アダム・カドモン。
僕に力を。目指した現実はすぐ目の前なのに。ごめんね、どうなってもいいってそう言ったのに。僕はまだためらいがあるのかもしれない。君もかい。クロー先輩、何を。愚問だよ。同じこと考えてるみたいだね。それもそうか。君は危ないです。ためらってる場合か。死ぬぞ。見ろ。僕を好きに使っていい。だから頼む。現実を、みんなが望む現実を。我は何時。逃げない。勝って帰るんです。私たちの現実に。その息だぜ。行くぞ。行くぞ。ダウル。我が決意の証を見よう。サンキュー。
けられないんだ。君たちのためにも。これも。このままじゃ何か方法がないか探ってみる。とにかく今は持ちこたえてくれ。ヘルスだ。ガトス、見てろ。終わりにしよう。なんで全然聞いてない。ペルソナアーリア。悪いな。どうぞね。はい。ダメか。全てを捨てて全てをぶつけた。それなのにどうして。逃げている。僕がそうだね、僕は確かに元の現実から逃げた。けどそれの何が悪いんだ。辛いなら、苦しいなら、逃げたっていいじゃないか。
本当なら立ち向かって乗り越えて成長すればいい。けど現実はそう甘くないんだよ。頑張ったって努力したって少しの理不尽で全てが無駄になることだってある。君たちだってわかるだろう。お前の言うことだって間違っちゃいない。こいつといて我が輩も思ったくらいだぜ。現実で生きるってのは結構きつすぎるってな。でもだからってこいつは逃げたか。仲間だってペルソナだって少しずつ増やしてさ、今や神様みたいな力を持ったお前だって認めちまうほどの大怪盗だ。実際お前の現実で救われるやつもいるだろうな。でもそれで立ち向かおうとするやつが成長する機会まで奪っちまっていいのかよ。モナちゃん、今の我が輩は知ってる。人間はたとえ一人じゃ立てなくても仲間がいれば立ち上がれるってことを。人間の可能性を潰すなよ。人を助けるふりして一番人を諦めてんのはお前じゃねえか。諦めているか。完全に僕の負けみたいだ。ダメだ。どうすれば。みんな我が輩のそばに早く。モナちゃん、これは。一人でカッコつけるつもり。我が輩ならかっこいいぜ。飛べないんですか、モナ先輩。車なんだぞ、飛べるわけ。ここで飛べなくていつ飛ぶんだよ。なとこ申し訳ないけど、もう少しサイズなんとかならなかったつか。ジョーカーは大丈夫だ。テアラに呼び止めてごめんね。ここも終わりだね。僕が正しいと信じた現実と一緒に。僕は負けた。
ここで君に勝負を挑んでもきっとまた負けるんだろう。分かってるさ。馬鹿げてるのはずっと抑えていた。僕自身気づかないように生きてきた。だから頼む、未練を断ち切らせてくれ。君だから頼めるんだ。パルスの異世界の消滅も近い。お互いペルソナは使えないようだね。始めよう。全てを捧げたんだ。全てを。僕だってな。どうしてルビが。誰も泣かずに済む現実を。全部吹っ切ったよ。君のおかげだ。しよう。手を離してくれないか。君の目はいつもまっすぐだ。まっすぐ前を見ている。僕は怖かったんだ、きっと。君が望まない現実を作ることが。あなたの選択、確かに見届けました。あなたは人間の未来のみならず、我らの意義をも取り返してくれた。一度は歪められた現実ですが、あなたの行いによりやがてあるべき形へと戻るでしょう。ええ、時を戻すことは叶いませんが、事象はすべてあるべき姿に。もう一度お願いするわ。あなたの意思で警察に出頭してほしい。僕は
自分の道は自分で決める。誰かに作られた現実で一生飼い殺されるなんてごめんだよ。全ては元ある形へと戻るのです。例外はありません。後悔していますか？そうですか。この道を選ぶことは決して容易ではなかったことでしょう。感謝と敬意をあなたに。いたか？リーダーとモナと明智くん、どこに行ったんだろう。この辺全部探したのに。ここ元の現実なんだよな。そのはずですけど。異世界ナビは消えている。確認のしようもないな。ここで悩んでても仕方ないかもね。一度どこかで状況を整理しましょう。考えたら私ら徹夜だしな。ならルブランで。スミレ行くぞ。あ、はい。ただいま。朝帰りなんて聞いてねえぞ。連絡くらい入れろ。ごめんなさい。すみません、私たちも一緒だったのに。しかも朝早くから押しかけてすみません。謝りすぎだよ。心配かけんな。褒められたもんじゃねえが。何か理由があんだろ。あの彼見ませんでしたか？あいつ、お前ら急に何言ってんだ。宗次郎、何か知ってるのか？知ってるも何も、あいつは去年から塀の中だろうが。塀の中ってどういうこと？お前ら一体何言ってるって言いたいところだが、俺も最近まであいつに会ってた気がすんだよな。あ、とにかく一旦座ったらどうだ。あいつが少年院で獄中生活。とにかくまだ店開けねえから好きに使え。俺は買い出し行ってくるからよ。ありがとうございます。私たち元の現実に帰ってきたんだよね。それともまだ違う現実にいるの？いや、むしろ帰ってきたからこそなのかも。去年の話だと、もともと彼が出頭するってことになってたでしょ。それを明智君が代わりに出頭した。しかしその事実は丸騎士の現実で起きていたことだから、あいつは今丸騎士先生の現実さえなければそうなってたことが今起きてるってこと。言いたいことはなんとなくわかるけどよ。それじゃあ元の現実、ああこの現実のことだけど、明智は、モルガナはどうなんだよ。まさかそれもお母さんと同じ。我が輩ならいるぜ。またこのパターンかよ。くどいぞ。なんでいつも心配させんだ。どうしてここに。異世界の我が輩だけが消えたっていうのは嘘じゃなかったみたい。気づいたら渋谷にいてよ。帰ってくるの遅れちまった。んだよ、びっくりさせやがって。あ、ならよ、明智もどっかで。モナちゃん。いや、あいつは。そんな、明智さんが。なんだよそれ。てめえが消えんの分かってて戦ってたのかよ。あいつの出頭に
明智の件覚悟していたが、やはり元の現実は優しくはないな。けどここで前を見て生きていくって決めたんです。私、先輩がこのままなの納得できません。何かできることしませんか？言うようになったじゃねえか。うん、私も納得できない。どうすれば彼を助けられるかな。お姉ちゃんが前に言ってた、一旦確定した判決を覆すには無罪となるべき明らかな証拠が必要って。裏返しゃ、その証拠がありゃいいんだな。なら証拠探しましょう。立ち止まっている場合じゃないな。俺たちの美学、今一度見せてやろう。そうだ、やるぞ。俺らのリーダー絶対救うぞ。本当？あ、じゃあ名前が分かったから、あとは住所か。そうだね、みんなでやれば大丈夫。それにお姉ちゃん何も言わないけど動いてくれてるみたいだし、私も心当たり片っ端から当たってみるつもり。ありがとう。志保さんによろしく言っといて。あ、彼らにも頼めないかな。協力してくれると思うよ。助かる。じゃあ連絡お願いね。うん、また明日ね。絶対助けようね。だから何度も言ってんだろ、ケンジさんよ。あいつの素行に問題はない。保護者の俺が言ってんだ、間違いないだろ。どうせ荒でも探してんだろ。あいつの罪をでっち上げる気なんだろうが、そうはいかねえぞ。次の学会で新薬完成の立役者として彼の名前を公表するの聞いたよ。美和ちゃんの経過順調なんでしょ？確かにそうだけど。きっと裁判で彼の善良性の証明になるはず。お願い、無罪の可能性を少しでも高めたいの。なるほど、そういうことか。あなたも協力してくれるわよね。ですから学校の公式な意見書を出して彼の逮捕を警察に抗議するんです。賛同いただけますよね。教師が生徒を信じなくてどうするんですか。お願いします、署名に協力してください。無実の友達を助けたいんです。そいつ本当にいいやつなんです。いつでも誰かのために戦ってくれる僕の最高の友達なんです。ですね、私たちが目を覚ますことができたのは彼が助けてくれたおかげなんですよ。その彼がピンチなんです。今度は私たちが助ける番だと思います。でも私の言葉だけじゃ届かないから、横田さんたちの力が必要なんです。一緒に警察に抗議してもらえませんか。お願いします。ご存知でしたら教えてください。その少年の特集記事に載せる証言が必要なんです。彼は本当にここで傷害罪を起こすような子に見えましたか。他の住民の方々の証言と当時の判決には食い違いがあるんです。よく思い出してください。はい、その彼のおかげなんです。私が幼鳥騎士を出したのは彼の献身的な支えがあったからなんです。でもそれほど心がまっすぐな彼は今不当な罪で少年院に。今度は私が彼
彼を助けてあげたいんです。心の牢獄を脱したというのに、今度は現実で収監されることに、自分の利益よりも他者の幸福を願ったがゆえの皮肉な顛末。けれどそれでいいのです。あなたは自分の意志で正しい道を選んだ。ついに最後の最後まで自分の利のために道理を曲げることはしなかった。あなたが手にした最後のアルカナは世界、誰に流されることもなく自分の足でこの世界に立つ意志の力です。それは同じ志を持つ仲間たちと共に未来へ向かうための希望のもとになるでしょう。その力を得たあなたはもう居場所なく一人でさまよう存在ではありません。私の役目もこれまで。あなたは最高の客人だった。